熊本市総合保健福祉センターは、熊本県熊本市にある熊本市の公共施設。2008年4月1日開館、外館熊本市の公共施設では初めてとなる PFI 方式での建設、運用が行われている。この施設が建設された大きな理由は、当時熊本市区本寺にあった熊本市保健所の老朽化及び中央保健福祉センターが、 仮庁舎となっていたことにある。特に、熊本市保健所については、健康危機管理体制において、拠点となるべき施設と考えられているものの、大災害時に十分な機能が発揮できないことも理由に挙げられる。愛称は、ウェルパル熊本、ウェルフェアの、ウェルとパルの、パルを合わせた後、熊本市が一般公募して決定された。原始基地には、長年にわたって、 熊本市交通局の本庁舎及び電車事業部の車両基地、変電設備等が置かれていたが、2002年に車両基地の大部分が上、熊本駅そばへ移転、交通局本庁舎も2008年に敷地南東部へ移転し、空いた敷地に建てられた。2012年4月1日には本施設と隣接する形で児童相談所などが入居する熊本市子どもセンターが開館した。 また、同日からの政令指定都市移行に伴い、3階の中央保健福祉センターが中央区役所に再編されるなど一部入居している部署の移動も行われた。ありがとうございます。